前科3番893番チョリキ太郎です。本日のお話は袴田さん再審確定無罪になるよということなんですよね。検察一転特別抗告断念、3月21日の朝刊はどの紙面もそれなんですね。はい。で、私これ本当に袴田さんの応援している支援者の方たち申し訳ないんですが、これ今袴田さんどうしてるんだ、もうなんか再審決定で出てこられてからもう数十年立ってますよね。で、2014年に静岡地裁が決定に検察側が即時抗告したことで、まあいろいろもの、それが2014年ですよ。ね、もう10年近く経って。なんで、でもまあそしたらまあ元気にされてて、まあお姉さんまあもね元気でよかったんですけど、こんなに時間がかかるんだっていうことなんですよね。これ難しいことを言ってもちょっと分かりにくいんで、どういうことがあったかっていうと、簡単にですよ、すごいもうな40年50年、まあだって事件があったのが昭和41年です。1966年、私が生まれた年なんで、もうこれで今年で57になるんです。57年になるんですよ。なので全部言ってたら大変なんで、すごくポイントだけどういうことだったかっていうことをお話ししたいと思います。昭和41年ですね、6月30日、静岡県の清水市ですね、今の味噌製造会社の専務一家の4人が殺害され、住宅を放火され、この集金袋が持ち去られるという事件が発生したんですね。警察は強盗殺人事件として捜査本部を設置、捜査を開始、焼け跡から発見された4人の遺体にはいずれも刺し傷があったっていうことですね。まあ刺してから火をつけたっていうことというふうにまあ見られますよね、普通考えますよね。で8月18日に静岡警察署が当時同社その味噌工場の従業員であった元プロボクサーの袴田巌さんをね、強盗殺人放火窃盗などの容疑で逮捕。で9月6日、勾留期限の3日前、犯行を否認し、無実を主張していた袴田さんが自白したということです。自白調書を取られると。9月9日、静岡地方検察庁が袴田さんを強盗殺人、放火窃盗の罪で起訴。11月15日、静岡地裁にて初公判。ここから以降は、袴田さんは一貫して無罪を主張し続けてるんですよ。もうこの自白調書っていうのがちょっと後に触れますけど、まあ、無理やりだったんでしょうね。で、本人は一貫して無罪を主張してるっていうことがもうポイントなんです。1968年、昭和43年5月9日、検事側が死刑を求刑。9月11日、静岡地裁が袴田さんに死刑判決を宣告。特筆事項として、自白調書45通のうち1通を除いた44通は、任意性が否定され、証拠として採用されなかったというのがあるんですよ。45通のうち1通を除いた44通は任意性が否定されてる。その1通のことだけですよ。まあこれ一通でもこれ証拠として採用されればもうね、人の公式こうなっちゃうっていうことなんですね。1976年、昭和51年、もう10年経ってるんですよね。5月18日東京高裁が袴田さんの控訴を棄却。1980年、昭和55年11月19日最高裁が袴田さんの上告を棄却。11月28日判決訂正申し立て。12月12日判決訂正申し立て棄却決定を送達。これをもって死刑判決が確定ということになるんですね。12年なんですね。まあ当時は本当それぐらいだって、死刑が確定するのに10年以上っていう、まあ今はねそんなにはならないんですけど。で1981年、昭和56年4月20日に袴田さんの弁護団が静岡地裁に第一次再審請求を申し立てる。1994年、平成6年ですよ。8月8日、1981年から94年、13年後、判決出るより長くかかってですよ。再審請求棄却、弁護側は即時抗告。で、2004年、平成16年ですね。8月26日に東京高裁が即時抗告を棄却、弁護側が最高裁に特別抗告。2008年、平成20年、3月4日、最高裁が特別抗告を棄却。第一次再審請求が終了してしまうわけですね、これ。4月25日、袴田さんのお姉さんがですね、請求人となり静岡地裁に第二次再審請求を行うんです。
すごいですね、お姉さん。あの話によると本当に心が折れて3年間叫びたりになったこともあるっていうぐらいなんです。このお姉さんを持ってでしてもですよ、それぐらいにも心が折れて何とも、で袴田さん自体ももう面会しなくてもいいなんて、そんな辛いことがあってですよ、それでも諦めないですね。2014年平成26年3月27日静岡地裁が再審開始と袴田さんの死刑及び拘置の執行停止を決定ですよ。2014年ですよね。で、同日午後に東京拘置所から釈放される。逮捕から釈放まで47年7ヶ月が経過しているんですね。同日、静岡地裁が東京高裁に拘置停止について抗告を申し立てる。が、翌日に高裁はこれを棄却。31日、静岡地検ですね。静岡地検は再審開始を認めた静岡地裁の決定を不服として即時抗告。2018年、平成30年6月11日、即時抗告審で東京高裁は再審開始を認めない決定を出した。ただし、袴田さんの死刑及び拘置の執行停止については取り消されなかったため、釈放は維持。ねえ、なんかよくわからないですよね、ここのところ。なんかこれは頭のいい、なんか賢い子が間違いを認めないっていうのとなんかよく似てますよね。我々みたいなのはちょっとやばいなと思ったらすぐ謝っちゃった方が早いっていうか、もう開き直ってもう折檻されるのがオチなんだけど、頭のいい子はなんかのらりくらりとなんか言い訳いっぱい連ねて、なんか自分が割ったのに、自分がこぼしたのに、なんかそうじゃないような理屈の、割れたコップが悪いぐらいの理由をつけて、なんかそういうことを言いますよね、昔ね、秀才の子たちは。そんな数字しか見えないんですけどね。で、まあ、2020年、令和2年12月22日、最高裁が高裁の決定を取り消し、高裁に審理を差し戻した。いや、ね、最高裁、こういうこと、もう本当にね、諦めなくてよかったと思いますね。2022年、令和4年、12月2日、袴田さんの弁護団と東京高検がそれぞれ最終検証を提出。2023年、令和5年3月13日、東京高裁が再審開始を認める決定、静岡地裁の再審開始に対する検察側の即時抗告を棄却する決定を行った。3月20日、東京高検が特別抗告を断念。これにより、袴田さんの再審開始が確定した。まだここからまた手続きが始まるんですよ。なんかもう、ひどいというか、私はもうこういう活動をしていて、もともとこういうのも知ってたんで、死刑なんていうね、制度はね、良くないと。私はずっと思ってたんですけど、どっちか言ったら死刑廃止論者だったんですけど、こうやってもう5年もこういうような活動をしてる時に、もうこれ、それしかないよなっていう犯罪が多いんです。ただし私が言っているのは、もう一貫して否認している、わからない証拠だけっていうか、状況証拠だけっていうものは、もう明らかにやっちゃいましたっていうものが分かってるものは別ですけど、この本人が否認している以上は、それはちょっとっと、そこに関して、だから何でもかんでも死刑にすればいいなんていうふうには思ってるわけじゃないですよ。取り返しがつかないので。取り返しがつかない。でも、こういうことがあるっていうことですよ。で、これ昭和の話って言ってますけど、じゃあ、今だって起こりうることですよ。ゼロではないので、やはりこの死刑制度ってのは本当に慎重にしないといけないんですが、これ皆さんどう思いますか、これを。どっかで間違いだったり、だって、こういう状態、だからここもね、言葉が非常にね、難しいんですよ。じゃあ、疑う死刑は罰せず、この何人も亡くなってる人がいるにもかかわらず、確定的な証拠がないから、全部これっていう風にするのもなかなか難しいですし、なので、やっぱり過去のそういう間違いって、まだ未だに無罪事件で争ってる方たちはいるわけですよ。一旦釈放した状態で、だってその方たちが同じような罪を起こすとは思えないで、袴田さんだってこの十何年間で悪いことしましたか？してないですよね。するわけないですよ。もともとしてないんですから。なので、こういったシャバにいながらこの審理をするっていう方向は、あるんじゃないですか？だって今でこそこういうふうに袴田さんのことでもこういうふうになりましたけど、当時の報道とか見てれば、お前が犯人だっていう風に世間は見ていたわけで、ボクシングの関係の人たちもいろんなこと嘆願したり、いろんなことしてここまで来てるんですよね。まあ、あえて私は誰とかどうとか言いませんけど、そこに本当に悪しいぞって思う方がいるわけですよね。まだ今死刑判決が出て、そういうこともあるので、こういうことを本当にちょっと考えないと取り返しのつかないことが起こるよということなんですね。何も、私過去の動画で警察批判とか検察批判とかしてますけど、もうそこの意見に行くと、もう警察
察検察が正しいんだっていうことの前提で、まあ犯罪者ヤクザは前科者は悪いという風な言い方になっちゃってると、もうどうしようもないんですよ。警察だって検察だって裁判所だって間違いを起こすかもしれない。間違った時に裁判所の判断だから正しいっていう論理で言っちゃうと訂正ができないんですよね。で、ヤクザのが悪い、ヤクザはどうしようもない、一般人を食い物にしてって言うけど、ほぼほぼまあ詐欺事件とかそういったことは確かに、あの金融の闇金とかっていうのは確かに一般の方たちを巻き込んだってことはありますけど、通常に言ってる暴力団ヤクザのことの被害に遭う人たちって言ったらヤクザ側の人たちですよ。暴力団だけじゃなく、だってね、一般市民って言いますけど、薬物常用者って一般市民になりますか？恐喝だとか脅迫だとか詐欺行為をやっている、違法な水商売をやっている、違法な風俗店をやっているのって、これ一般市民じゃないですね。そういうところのお願いだったり、そういうところのことでなってるってことを、まあこんなこといちいち言っていくわけにはいかないんですけど、まあ見る面だけ見てどうこうっていうのはもうそろそろ変えていかないと、こういったことが起こることに対して警察が逮捕した、自白証書を取った、検察がこう言ってる、正しいって思っていた人たちは、これこの結果をどう思うんですかって話なんですね。で、自白偏重の調書、まあ、私が言ってるように当時の調書なんていうのはもう警察が書いてサインを押すっていうものなんですよ。供述調書なんてないんですよ。何月何日何々はどうじゃろこうじゃろ、昔のやつ見ていってください。これはもう作ったもう形式があるんですよ。私なんか今だったらそんな喋り方しないですもん。そういう風にしてサインを押すっていうだけの 話なんで、まあ今でこそはないと思いたいですけど、はい、だこういうことがあるということ、こういうことがあった今後のね推移をね、本当に見守りたいと思います。以上です。